皆さんこんにちは、西村文夫オフィシャルです。スキル動画でもね、お手伝いしてくれた松岡と久しぶりに、何かしら勝負をしてみたいと思います。よろしくお願いします。何しよっかで、まあ、やっぱり怪我のリスクもあるからお互いね、無難だとシュート勝負かなと思ってる。そうだね、シュートでいいです。まあ、ただ、まあ、言うても現役だし、言うてもおっさんだし。で、何するっていう話なんだけど、どうしようか。やっぱスリー勝負しかないよね。まあそうだよね。ハンディいらない？いる。早くない？いや、だって、引退してからもう10年以上経ってるし。そうだ。現役でしょ？現役です。おっさんだよ。かなりね。そうね。ガタ良くなったよね。まあ、フォルムがね。ハンデは何？本数なのか、まあ、場所なのか。場所。じゃあ、松岡これはスリーポイントラインですから。あ、松岡はスリー。2メートルぐらいでしょ。あ、ソーシャルディスタンスね。そうそうそう。ここ。そこ。ここね。なら勝てるかもしれない。じゃあ、ここで、何本？5。のんびりいこう、5。ちなみに、ゲームって言ったら罰ゲームとご褒美があるじゃないですか。そうですね。どっちにしましょう？罰ゲーム。罰ゲーム。そこ？何も考えてないんだけど、どうしようか。なんか別にモノマネとかしてもしょうがないし。やっぱ同期だから。あ、じゃあやっぱ大学4年間一緒にバスケしてきたし、まあなんかこう、ただ仲良かったから隠し事みたいなのなかったんですよ。そういう意味では逆にこうみんなに向けて、俺は松岡のみんなに言いたくないことを言うみたいな。どうする？松岡は俺のなんかこうみんなに隠してるじゃないですか、言ってないようなことを暴露みたいな。いいですね。どうする？やる。探せば、探せば別にそんななんか悪いネガティブなことじゃなくて、うん、なんか意外なようなことがある。これいっぱいあるから。ネタの宝庫。もう一緒にいて飽きなかったんですよ。だから例えばこんな話っていうのはある？え、例えばこんな話とか。例えばどんな話？だから試合を新人戦、俺が4年の時に見に行った時に代々木体育館みんなで見に行ったんだけど、その時一緒に彼女と行ってたんだけど、その時に一番やばいよ。代々木の奇跡って呼ばれてるから。今どのタイミングで松岡さん止めに来るんだろうと思ってるんだけど、もう全部話しましたね今。まあ、しくった。これからもういいライン低いよ。いきます。いや、そうなるよね。だって、大学を卒業して、最初実業団行ったじゃん。うん。何年やった？でも2年。2年ってことだからもう24とかで辞めてるんでしょ。だからちょうど10年。10年バスケやってないでしょ。そう。よく勝負してるよ。シュート苦手でした。あ、いやそう苦手です。ディフェンスのプレイヤーだったから、結構ディフェン試合中あいつには外打たせろみたいな。ちょっとマツと似てるね。国会に。はい。はい。
いや、10年ぶりでしょ。エリートですね。エリートではない。行きます。西村君は僕が大学で入って惚れた女の人がいるんです。でずっと思いを寄せたんだけどやっぱりダメだなってこう引いていたんですけれども実はこれ多分 D だよひどいやつなんです。ひどくない。